どうも皆さんこんにちはチャックバスです本日はですね対象者限定 ANA プレミアムポイント50%増量キャンペーン開始ということで 今回はですね、対象者限定なんですけども ANA の、ね、プレミアムポイントが50%増量されるキャンペーンが来ておりますのでこちらね、解説やっていきたいというふうに思います今回はですね、対象者限定ですということでこちらね、誰に来ているキャンペーンかね、正直わからないんですよねまあ、ちなみに私にはね来てないんですよねですので、こちらの動画の内容はですね 分か、まあね、れるっていった形になりますので、まあ、この点はですねご了承いただければなというふうに思います。 ではね、キャンペーンの概要ですね。期間中に ANA に登場すると、通常のプレイーポイントに加えて50、50%増量でねもらえるっていうキャンペーンですね。かなりすごいですよね。まあ、どんな人に来てるかね、わからないわけなんですけども、こちらの情報に関してはですね、プラチナ会員の方から教えていただいたっていう感じになっておりまして、もしかしたら、ステータス、ね、保有者限定かもしれないんですよね。ですので、もしね、ステータス保有してない方で、このキャンペーンね、来てる方、 いらっしゃいましたらですね是非ねコメントいただけたらなというふうに思います。 それでではまず期間ですね2020年の10月16日から2020年の12月21日搭乗分までというふうになっておりましてエントリー必須のキャンペーンになっております特典はですね獲得のプレーンポイントに加えて50%増量ということですので1.5倍ねもらえるキャンペーンというふうになっております対象路線については国内線 ANA 運行国内線全路線ということで定型のね航空会社が運行するコード支払に関して ね、ANANH 便で予約搭乗した分のみ対象というふうになっております一応ね国際線に関しても、えー、出ておりまして ANA 運航の国際線全路線定型便のコードシェア便は全て対象外というふうになっております対象者に関しては ANA のねウェブサイトログインを 前メニューに本キャンペーンのある方限定という風になっておりますでですねキャンペーン特典分のプレームポイントの付与時期についてはですねちょっとねこちら登場する時期によってですね 獲得の時期もね変わるっていう風になりますんでちょっとこちらね後で解説させていただきますね、まあ、キャンペーンの概要は、まあ、こんな感じになっているわけなんですけども、まあ、かなりねすごいですよね50%ね増量キャンペーンということで、まあ、2020年のですね3月ぐらいにですねプレミアムポイント2倍ねありましたけどもまあこれがね終わって、まあ、しばらく経つわけなんですけども対象者限定でねこういうキャンペーンが始まったっていった感じなんですよねでですね もしね、これがステータス保有者じゃない方にねこのキャンペーンがもし来てたらですね、まあ、SFC 事業ね検討してたりとかですね始めている方はねかなりね朗報なのではないのかなというふうに思っておりますそれではですねこのキャンペーンの確認方法に関してなんですけどもちょっとねスマートフォンアプリの方でね解説していきたいなというふうに思いますまずですね、ANA マイレージの、 アプリをね開いていただいて、まあ、トップ画面がねステータス出るかと思うんですけども右にねスクロールしていただくとマイレージの画面にねなるかというふうに思います。 で,ですねこちらに、えー、マイキャンペーンっていうのがね右上にあるかと思いますんでこちらをねクリックしていただくっていった形になりますそうするとですね対象者限定のキャンペーンが一覧でババッと出てくるようになりますんで、まあ、こちらにですね今回のキャンペーンがあれば対象者っていった形になります、まあ、こんな感じでね確認することができますので、えー、皆さんねこのキャンペーン来てないかですねチェックしてみていただけたらなっていうふうに思いますでは次にですね今回のキャンペーンの得点のプレーンポイントの付与時 時期に関してなんですけども通常の、ね、プレーンポイントっていうのは基本的に翌日ぐらいにはですね付与されるっていった形になるわけなんですけどもキャンペーンのね特典分に関してはですね利用したた月にによっっっっててて時期が異なるっていった形になる形おりますちょっとねこちら辺に一覧で、ね、出しておきますけども10月の登場であれば11月中旬11月であれば12月の上旬12月であれば12月の下旬に、ね、付与されるっていった形になっておりまして。 えもしですねこちらのキャンペーンをですね、まあ、修行でね 利用される際はですね、まあ、最後の12月分っていうのは12月に利用して付与されるのは12月末っていうふうになりますんでプレインポイントの、ね、計算は確実にね何度かチェックしてね利用するようにしてください、まあ、というのもですねこちら12月の下旬にですねもし足りないみたいなね形になってしまうとですねかなりどうしようもないね状態に陥ってしまう可能性がありますんでこの点はですね特に注意していただけたらなというふうに思いますでこののプレーンポインンポトの、ね、計算 方法についてはですね専門の動画とブログね出しておりますんでこちらね参考にしていただけたらなというふうに思うわけなんですけども昨年作った動画っていうふうになりますんでちょっとね見づらい部分はあるかもしれないんですけどもこちらもですね概要欄にブログ動画共にですね載せておきますんでそちらもね参考にしていただけたらなというふうに思いますではですね羽田那覇の普通席でね実際にプレミポイント計算しようかなというふうに思ってたわけなんですけども、まあ、2020年10月現在ですね ゴート,ートラベルキャンペーンね行われておりますんで普通にね利用するよりかはこのヤフートラベルのですねパック料金利用した方がまあ科学的にねまあ抑えられるっていった形になりますし、まあ、この前ねこちらの動画ね作らせていただきましたんでまあ今回のこの動画ではですねこちらで計算ねしていきたいというふうに思いますまずですねヤフートラベルのパックツアーの場合 ANA のねプレーンポイントの計算っていうのはですね個別包括運賃ということで運賃8にね該当する ってい形になりますですので羽田那覇で計算するとですね片道984プレーンポイントがねたまるっていった形になります。まあ、これが往復になるとですね1968プレーンポイントがねたまるっていった形になります。まあ、これがですね50%増量というふうになりますので、まあ、片道984プレーンポイントが50%増量で492ポイントがですねプラスされるっていった形になりますので片道ね1476ね 6プレンンポイントがね貯ままる計算っていう風になりますこれが往復だとですね2952プレーンポイントがですね1往復で貯まるっていった形になりますんで仮にですねスーパーフライズカードの SFC 修行で5万プレーンポイントをね貯めるという風にね仮定した場合は、まあ、この路線のみでねやろうとすると17往復でですね SFC 修行ね完了するっていった形になります。前回ねねこちらの動画でで解説した時はです、ね、26往復でした うんかかるっていった形になりますんで9往復ほどね省略できたという計算になりますんで価格的にはですね前回ね動画出させていただいたとりからね少しね値段上がってるっていうふうになるわけなんですけどもまあ、1泊2日で GoTo トラベルキャンペーンなのでね 割引を入れるとですね1回あたりね1万2813円っていうふうになりますんで、まあ、これがですね17往復というふうになりますんで21万と7821円ねかかるっていった形になります、まあ、こちらはですねあくまでね、まあ、参考程度にね見ていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、かなりね値段的には低価格でね利用することができるのかなっていうふうに思います。 またですねこちら前回もね話させていただきましたけどもポイントサイトハピタスを経由するとですねこのヤフートラベルのパックツアーっていうのはですね1回の予約にあたり800円の、ね、ポイントがもらえるっていった形になりますんでこれがね17往復っていうふうになるとですね 13, 円分の、ね、ポイントが付与されるっていう風になります、まあ、こちらハピタスの経由の予約についてはですね毎回経由しなきゃいけないふうになるわけなんですけども、まあ、それでもね毎回ね 800円分の、ね、ポイントがもらえるというふうになりますので、まあ、かなりねお得に利用できるかなというふうに思います、まあ、こちらのポイントをですね、まあ、現金にね交換していただいてこちらを考慮すると20万と4221円でね利用できるっていった形になりますまたですねこちらは GoTo トラベルキャンペーンね対象っていうふうになりますんで、まあ、1回のね往復で3000のね地域クーポンももらえるっていうふうになりますんでこちらね全部を入れると5万1000円分 のクーポンもね一緒にもらえてしまうというふうになりますんで、まあ、かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思いますまあ17往復で全て1泊2日なので、まあ、かなりガチ修行にはなるかと思うんですけども低価格にはですね間違いないかなというふうに思いますまたですねヤフートラベルの予約方法などね詳しい内容については前回の動画でね 詳しく解説させていただいておりますのでそちらね参考にしていただけたらなというふうに思いますでですねヤフートラベルはですね日曜日と5月つく日っていうのはですねお得に獲得ポイントそのままね利用できてですね割引受けることができますんで、まあ、こちらの動画はね出てるのが日曜日っていうふうになっておりますんで日曜日にね狙っていただくもしくは5月つく日にですね狙って予約するとですねお得に利用することができますんでこちらもね覚えておくようにしてくださいそれでは次にですね まあ今回ヤフートラブルでね計算させていただいたんですけどもまあこれを仮にですね ANA の運賃で普通に予約する場合だとですね普通席で羽田那覇株主優待割引運賃で最安値でね計算すると5万プレーンポイント貯めるのにだいたい40万円ぐらいねかかってくるっていった形になるんですよね。ちょっとね高いですけどもまあ 往復自体はですね羽田那覇急往復で終わらせてしまうことができますんで、まあ、短期間で、ね、終わらせたいとかですね、まあ、短期間で PP を稼ぎたいっていうのであればですね、まあ、こちらもですねありかなというふうに思うわけなんですけどもちょっとねヤフー・トラベルと比べるとですね約倍以上かかってくるっていった形になりますんで、まあ、ちょっとね価格的にはですね差が出るかなっていった形になるんですよね。やっっぱりこのののートラベルのパックツアーっていうのは GoTo トラベルがね宿泊でね割引受けることができますんで、まあ、かなりね低価格で利用できるかなっていった感じになります。 いかかがだったでしょうか今回ですね対象者限定 ANA プレーンポイント50%増量キャンペーンをね解説させていただきましたけどももしねこのキャンペーンがステータスね保有されてない方に来てたらかなりすごいですよね20万円ちょっとで SFC 修業ね完了することができますからねまあ、ちょっとね日程とかはねかなり大変っていうふうになるわけなんですけども、まあ、この価格だったらですね狙ってみてもいいのではないのかなっていうふうに思いますまたねスステータス持たれて ている方でプレームポイントね貯められている方はですねぜひねダイヤモンドステータスまでね貯めてみてもいいのではないのかなというふうに思います今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただくととても嬉しいです 私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンブンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。